NHK のドジマンは、日本放送協会の公開視聴者参加の生放送制受け番組、音楽番組である。1946年の放送開始以来、長きにわたって放送されている長寿番組である。姉妹番組として、1999年4月から2004年3月まで、NHK 衛星、第2テレビで放送された、b s ジュニアのドジマン、および、アニソンのドジマン、 バーチャルのドジマンについても、本校で講述する。日本各地の都市を巡回し、アマチュア出場者が、書類審査、会場での予選審査を経て本番組に出場し、持ち歌を歌い、採点され、競うものである。詳細は、ルールを参照毎回書類審査と会場での予選審査を勝ち上がった18組の出場者が自慢の、喉とパフォーマンスを披露し、 ゲスト審査員二人を交えた審査により、チャンピオンと熱演賞が一組ずつ表彰される。1947年から1970年3月までの番組名は、のど自慢ソジ演芸会。この当時までは、漫才や浪曲、モノマネなどを披露する出場者もおり、現タイトルとなってからも、1970年代前半、頃までは歌以外の芸を披露するものが、稀に見られた。 出場者は様々で、中にはプロ歌手を目指す者やアマチュアバンドのメンバーもいる。また、日本人の身にとどまらず、在日外国人や日系南米人、交換留学生などが出場することもある。年に一度行われるグランドチャンピオン受賞者を中心に、後にプロ歌手やタレントとしてデビューした者もいる。予選会を NHK のドジマン予選会として、 全出場者の歌を放送することもある。基本的には、会場となる各地の放送局のみでの放送であるが、NHKBS プレミアムで、NHK のド自慢予選会として放送することも、あるに、千葉県木更津市での予選会の模様が放送された。また、NHK 以外での放映したケースでは、地域のケーブルテレビ局エリアなどの例もある。また、総合テレビと、 NHK ワールドプレミアムのみの放送であるが、毎年12月の最終日曜日には、NHK のドジマン熱唱熱演名場面と題して1年間に放送された熱唱の名場面を総集編として放送している。長らく参加可能年齢が15歳以上の高校生からとなっていたため、2014年度までは中学生以下は出場できなかった。そのため、そういった児童、 生徒の受け口として、衛星、第二テレビで本番組に出場できない中学生以下を対象にした BS ジュニアのドジマンの放送もあった。2015年度から12歳以上の中学生も出場できるようになり、出場者の年齢層が大幅に広がった。タイトルロゴにデザインされている鳥は、スズメガモデル。番組の企画者は NHK 紅白歌合戦も企画立案した。 NHK 音楽部のプロデューサー、西草グサ軍隊時代に経験した余興大会にヒントを得たという、1946年1月19日に、ラジオ番組、のど自慢素人音楽会として、東京都千代田区内幸町の NHK 東京、放送会館から午後6時から1時間30分、公開放送されたことが始まり、翌1947年に、 のど自慢祖人演芸会と解消。1949年10月頃から宮田明アナウンサーが17年余りにわたって毎週司会を務めていた。テレビ放送は1953年3月15日午後2時から2時間放送したことが始まりで、当初はスタジオのあった東京での公開のみ放送された。なおこの第1回目の放送を ラジオで募集したところ最終的に応募者数は900名を超えたという、1965年度までは別な番組と並行して放送されていた。単独放送となったのは1966年度からである。宮田明アナウンサーが新たに始まった NHK の大型公開番組、ふるさとの歌祭りに移った1966年から1970年まで。 番組の人気は下降した。騎士会制策が図られるもことごとく失敗し、1967年4月から1969年3月まで、東日本、西日本地区で司会が異なり、さらに1969年度の1年間は、地域ブロック単位に分割される形で、各地区の拠点局のアナウンサーが司会を務める形式となっていた。1970年4月に、 現在の NHK のドジマンにタイトルを変更。伴奏もそれまでのピアノとアコーディオンが交互に弾くスタイルから5ピースバンドに変更。ほどなくして金子達夫が司会に就任してから人気が回復した。毎週地方からの中継のため、全国を結ぶカラー放送用マイクロ回線網が完成するまで白黒放送が続けられた。 本番組は NHK 総合テレビでの中では、カラー化が遅れた番組の一つであり、カラー化されたのは1971年4月である。なお、その後も一部の回は白黒で放送された。NHK アーカイブスの番組表検索によると、本番組が最後に白黒で放送されたのは1971年9月5日だが、当時の新聞宿札版のテレビ欄では、 同年10月3日、翌1972年3月26日放送分が白黒となっている。なお、年1回の全国コンクールは、1964年の入賞者大会からカラー化された。1970年からは、全国各地を巡回する公開性放送で行っている。 ハイビジョン放送は1994年11月からの BS アナログハイビジョン実用化試験放送から行われている。2010年4月4日、放送文からアナログ放送及び NHK ワールドプレミアムにおいて16、9レターボックス放送を開始。2015年に放送70周年を迎えるにあたり、出場資格を高校生以上から中学生以上に引き下げの上、 キャンペーンイメージキャラクターにスマップが起用され、カトリシンゴがスペシャル MC として不定期出演。また、同年8月30日の放送会、同年12月6日の放送会ではスマップ全員がゲスト出演し、この肌の詩、柏市の会は12時15分から13時30分までの拡大版として放送された。翌年1月11日のチャンピオン大会にも出演した。 現在での放送時間は、総合テレビ、ラジオ第一と、海外向けの NHK ワールドプレミアム、NHK ワールドラジオ日本の同時放送で、日曜日の12時15分から13時となっている。2011年3月までは BS2 でも地上波と、サイマル放送され、2005年3月までは、武士でも、時差放送されていた。また、NHK ワールドプレミアムでは、 毎週月曜日1時15分2時に同日放送分を NHK ワールドラジオ日本では毎週日曜日2時2時45分に1週間前に開催された内容をそれぞれ再放送している2020年10月4日の放送から NHK プラスでも同時配信見逃し配信が行われているなお NHK プラスでの配信は基本放送した動画を配信するが 放送で開催地紹介の間違いや出場者が歌った曲目化署名などのテロップの間違いや訂正などかあった場合は放送された映像の部分に訂正されたテロップを表示して編集されて配信される。放送休止、放送日、変更基本的にはテレビとラジオの同時放送を行うが高校野球などスポーツイベントが行われるような場合はどちらか あるいはテレビラジオとも放送を中止する場合がある。休止日、以上テレビラジオともに休みで、事実上の放送休止、以上ラジオ第1放送のみ、録音放送はなし、以上 BS2 で放送が行われていた2011年3月までの BS2 のみの休み、録画放送はなし、放送日変更など、東日本大震災による、影響新型コロナウイルス感染症の流行による、 影響番組中、カネと呼ばれる、チューブラーベルオープニングは、カネの音で始まり、チューブラーベルを打ち鳴らしている生画面を背景に、番組タイトル録を表示する。2017年4月から9月の間は撮影した、チューブラベルを打ち鳴らした画面を背景で流していた。以前は、カネの音に引き続いて、オープニング音楽を BGM に、ステージに出場者が登場する様子を映し出していたが、 2016年度から開催地の紹介 VTR と今日は零々県零々市からテロップが流れるようになり出場者の入場がなくなった2017年1月からはテーマ曲と同時に小田切の開催地のナレーションが入るようになったオープニングの後半では客席にいる出場者を映すテーマ曲の終わる寸前にステージ上手側からゲスト ステージ下手側から司会者が登場し、その後に会場後方からの引きの画面、またはステージ側から会場全体を映す画面にスイッチして開催施設を表示する。なお、テーマ曲は2017年度よりマイナーチェンジし短縮された。オープニング音楽番組タイトルロゴはタイトル変更当初から使用されている。これまでテロップは白文字だけの表示で放送曲で 番組タイトルロゴ、開催地名、今週のチャンピオン、司会者名の文字配置のテロップが違っていたが、2011年度以降はカラー表示のテロップで、番組タイトルロゴ、開催地名、今週のチャンピオンのテロップが2013年度から、司会者名の文字配置が全国統一になって、さらに2016年度からは司会者とゲストの名前と会場名がカラー表示になり、 今週のチャンピオンのテロップがチャンピオンのテロップに変わった。2017年度から番組ロゴからテロップの一部が変わり4月から9月までは番組ロゴがアニメーションになっていたが10月から今まで通りの静止がテロップに戻った。2020年度から番組ロゴの NHK ロゴの3つの卵部分が外された。2020年10月の放送再開から 番組ロゴの NHK 部分のカラーテロップの色が変わった。番組テーマ音楽の終了と同時に中央で司会者が挨拶する。従来は、こんにちは、NHK のドジマン司会のですというものであったが、2010年度は松本に交代した翌週から、日曜のお昼は明るく、楽しく、元気よく、NHK のドジマン司会の松本和也ですと言っていた。しかし、 2011年3月20日放送分以降は、同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震の被災地域の心情を考慮して、前日の向上を自粛していたが、同年9月18日放送分から、震災から半年を迎え、前日の向上を復活した。その間、皆さんこんにちは、NHK のドジマン司会のアナウンサー松本、和也ですというのみの挨拶となった。 なお、2013年度から担当している小田切も、明るく、楽しく、元気よくの工場を踏襲している。ただしこちらも2016年4月の熊本地震の発生に際し、同時震発生後最初の放送となった2016年4月24日、放送分と同時震直後に収録された2016年5月4日、放送分では、被災地域の心情を考慮して、この工場を自粛。 同年5月1日の生放送で工場が復活した司会者は自己紹介に続いて今日はからの生放送ですと述べ続いてゲストをデビューの早い順に紹介ゲスト紹介が終わると客席で控えている出場者18組の皆さんですと出場者を紹介しオープニングで流れていた開催市町村の紹介 VTR 映像を改めて流す これに関して2017年4月2日放送文からは同テーマ音楽のマリンバテイストによるアレンジ BGM が挿入されている流された後出場者が順番に歌っていく現在は上記の流れが短縮され小田切が皆さんこんにちは NHK のドジマンゲストをご紹介しましょうと言って先にゲストを紹介した後に自己紹介を行い 出場者を紹介するようになった。ラジオと同時放送ではあるが、司会者は番組冒頭の挨拶時に番組名、司会者名、ゲスト名、会場名も述べるため、ラジオ向けのアナウンスは特に付け加えられてはいない。各出場者がステージへ入場。着席後、ステージ中央に上がって歌を披露する。この時点で出場者は出場番号と曲名のみを言う。 宮川康夫が司会となった1993年度からは放送開始とともに全出場者が入場しステージ上手側に座って先行出場者の歌に合わせて手拍子や身振りなどをしつつ自分の番を待ち合否の鐘の後はインタビュー後にステージ上の席に戻る出場者の合否審査は別室に控えた審査員がテレビ画面で歌を聴きながら歌唱力と表現力 そしてキャラクターを総合して審査している。出場者が途中まで歌ったところで審査結果が金を鳴らす担当者に伝えられ、金をつかずによって会場に知らされる。1音と2音では不合格。2000年代頃より不合格の場合でも大抵は2音である。合格になると、どしらそどしらそドミみレれという合計11音のチューブラーベルが鳴る。この合格の際に鳴らす金を司会者は 金三つと表現するが、これは頭から八音は注意を引くための装飾音であり、後ろ三音に歌唱力に対する評価を表す意味合いがあるためである。また、コロナ禍までは合格の鐘が鳴った瞬間、合格した出場者が司会者と抱き合う場面も稀にあったが、休止が明けた後はそのような場面はなくなっている。伴奏は判定の鐘で止められるため、合否に関わらず、 歌を最後まで歌い切ることはできない。出場者の歌唱後に司会者がゲストに感想を求め、ゲストが答えるという演出もよく行われるほか、ゲストの持ち歌を歌唱する出場者とは歌唱後にトークをすることが恒例。合格者はひとしきりトークが終わると、司会者に振られて出場者が居住地と氏名を言う。2015年4月5日の放送から、画面右上に開催地、県、 地声放送が表示され、出場者が歌唱中には、画面右下に曲名が表示されている。ここ最近テレビ画面に開催地名のテロップ表示があるため、スタジオセットについている、開催地名の看板がついていない地方が多くなっている。2017年4月2日の放送からは、画面左下に出場者の略歴が表示されている。2017年10月1日の放送からは、 出場者の曲目の横に出場番号が追加され、略歴のカラーテロップが変更された。年末の熱唱熱演名場面では、生放送の上から放送日が記されたテロップを、右下の曲目テロップも上から番号を外した、同じテロップを被せて隠している。2020年のコロナ禍による休止が明けた後は、バンドゲスト、出場者の全員が距離を取るようになった。バンドは、 舞台左側から全体に広がり、ゲストは従来出場者が座っていた場所に座るようになった。そうした事情や舞台に収まらなくなることもあり、出場者は客席前列にて待機するようになった。全員の出場者が歌い終えた後、バンドメンバーの紹介を行い、ゲストの歌手二組が一曲ずつ歌う。原則として、デビューの遅い歌手から歌う。二組目の場合、以上を、 それまでのものと変えて出る歌手もいる。2020年のコロナ禍による休止やけごは、バックダンサー付きでの歌唱もある。歌詞テロップは出ず、字幕放送の機能で代替している。その間に審査が行われ、ゲストの歌手の歌唱後、出場者がステージ上に並んで、審査結果の発表へと続く。特別賞が表彰され、合格者を紹介した後、緊迫感のある生演奏のドラムロールとともに、 その週のチャンピオンが発表される。その週のチャンピオン達成者には、ゲスト歌手から小規模のトロフィーが、特別賞にはやはりゲスト歌手から盾が授与される。その後、週ごとのチャンピオンの中から、さらに審査の上、年に一度行われる、後日のチャンピオン大会への出場者が選出され、グランドチャンピオンを競うことになる。グループ出場者が特別賞やチャンピオンを受賞した場合、 放送内では代表者1名にトロフィーが授与されるが、放送後人数分のトロフィーが用意され渡される。エンディングは、全出場者、特別賞やチャンピオン受賞者を移しながら音楽を流し、最後は会場広報からの引きの画面で番組タイトルロゴを表示しながら終了。本放送終了後ではチャンピオンが再度歌唱することが恒例。一時期は、喉自慢の歌を、 全出場者とゲスト歌手で大合唱していたこともある。2020年のコロナ禍による休止やけ後は、特別賞、チャンピオンともに舞台に上がらず、客席で起立する形になった。申し込み方法出場希望者は、往復はがきに、住所、氏名、年齢等に加えて歌いたい曲名とその曲を、歌っている、歌手名、選曲した理由を記入し、各地の NHK 放送局に、 参加申し込みを行う。なお、出場資格は長年高校生以上となっていたが、2015年4月5日、放送部により中学生以上となり、現在に至る。観覧希望者も往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入して、開催地の NHK 放送局、市役所、町村役場、開催するホールなどに郵送する。そして抽選の上、 入場整理券が応募者宛に変装されてくる。予選会書類選考により、約250組の予選出場者が選ばれ、各放送局から通知される。予選出場者は、収録日の前日に本番と同じ会場で行われる、非公開の予選会に出場し、本番同様に一組ずつ、生バンドをバックに、ステージ上で歌を披露する。なお、予選会は、本選と違い、 会場によるが入場生理券を持っていない人でも自由に観覧できる。動画撮影は禁止だがロビーで録画映像が流れる。全員の歌唱が終わると歌唱力としなお出演順は曲目や年齢のバランスを考慮して決められる。原則として予選会と同じ衣装で出演する。本番本番当日の流れは基本的に以下の通り、放送終了後、宮田明は 1963年から1966年まで、各週で放送された派生番組、あなたが選ぶのど自慢の司会も兼任で担当した。金子達夫、吉川誠一、宮川康夫の3人は、平成17年度 NHK のど自慢チャンピオン大会に特別出演。3人ののど自慢に対する思いを巨大な額に書いてもらった。特に金子は、似顔絵を描いてくれた。 当時の子供本人とその家族との14年ぶりの感動の再会があった。なお、1969年4月からの1年間は、関東、甲新越ブロックでの中継を軸として、各中継会場が所在する放送エリアの放送業務を管轄する各地域本部在籍のアナウンサー各1名ずつが、交代で司会を担当する形が取られた。担当アナウンサーの詳細は、別表の通り、 出場者全員が歌った後、バンドメンバーは常に紹介されるが、金奏者の紹介は、宮川担当から行われるようになった。判定は、金奏者によるものではなく、番組スタッフ、開催局の責任者、地方中心局の責任者などが行い奏者に、ヘッドホンで指示しており、番組ホームページにもその旨が書かれている。金はかつては、各地方で、形や色、 響きなどが違っていたが、2004年3月21日、福島県原町市の放送から、バンドメンバーが一部違う北海道と近畿を除いて、統一され、地方の鐘は2004年4月11日福岡県、大川市の放送が、最後になった。さらに2011年7月から関東、甲信越地方の鐘も、今まで使用していたメーカーを変更した。そして、2014年度からは、 チューブラベルの頭上部分にアクリルのカバーが付けられている。近畿地方は宮川アナの時代から2013年度までのど自慢のキャラクターの雀が付けられていた。佐伯は佐伯のとっつぁんとして知られる。元はこの絵秀丸の側近で新交響楽団、東京放送還元楽団のトランペット奏者を務めた後番組初期の金奏者になった。吉沢は 2002年1月に死去したが、2002年2月17日、徳島県小松島市と2002年3月10日、鹿児島県海門町の放送は、それぞれ2002年1月13日、2002年1月20日に収録したもので、吉沢の出演は1993年4月4日から2002年。秋山は、東京芸術大学出身で、帝国劇場オーケストラや東京交響楽団、 ゲ大ダイフィルハーモニアなどに所属した後、2002年の2月と3月に体調不良の吉沢に代わって代理出演。その後、吉沢の死去に伴い2002年4月7日から正式に金の担当となった。2005年12月末から2006年1月の間の4回と2017年4月2日のみ、秋山は出演を休み、2017年4月2日の放送は、 大達シーが代わりに出演した。ステージの下手側に、ピアノ、シンセサイザー、ドラム、ベース、ギターの編成で置かれ、ステージ中央付近に金奏者の秋山がいる。2020年度からは感染防止の距離を保つため、ステージの下手側にピアノ、ドラム、ギター、ベース、上手側に、シンセサイザー、2016年度から、上手側に移動していた金が再び中央付近に移動した。 約20年ぶりにバンドメンバーの配置が変わった。ピアノ、編曲、バンドマスターは、宮下博士、シンセサイザー、ドラム、ベース、ギターは、各地方の演奏者が担当する。また民謡を歌う出場者がいる場合、それに合わせて、三味線と尺八、または三線の演奏者が追加される。以前は、全出場者の歌の終了後のゲスト歌手が歌う際にも、 バンドが伴奏していたが2003年あたりからカラオケの再生に切り替えられた。バンドのスペースには、どうもくん、うさじー、ワンワンきょえちゃんなど NHK の番組キャラクターのぬいぐるみが置かれている。2017年4月24年ぶりにテーマ曲がマイナーチェンジしオープニングが短縮された。NHK のドジマンでは1998年にブラジルの日系ブラジル人、 移民90周年事業として、サンパウロ市で初めての国外大会を開催した。以後、海外大会が多く行われるようになる。この大会でチャンピオンになると、毎年 NHK ホールで開催する NHK のドジマンチャンピオン大会に出場できる。2005年を最後に、しばらく開催されていなかったが、2011年10月2日に、中華民国、台北市にある、 国立国府記念館で6年ぶりに開催された過去の開催地各州のチャンピオンに輝くとさらに厳正な審査の上12から15組程度が翌年3月に東京渋谷の NHK ホールを会場に開く NHK のドジマンチャンピオン大会に進出しその年の日本一ののドジマンという就職二組が決定する司会は通常会を担当するアナウンサーで ゲストには通常放送同様、歌手が2組招かれるほか、審査員にも5から7組の作詞、作曲家や芸能人、著名人が当たる。前年度チャンピオンが招かれた年もある。グランドチャンピオンは表彰後に出場者をバックに、歌唱曲を再度披露して、エンディングとなる。例年は NHK ホールで行われているが、1975年3月に、 開催された1974年度チャンピオン大会は、大阪府池田市の池田市民文化会館にて、1979年3月に、開催された1978年度チャンピオン大会は、広島市の広島郵便貯金会館のホールにて、それぞれ行われた。それ以外にも、NHK ホールが落成された1973年以前は、不明。 2022年に開催される2021年度チャンピオン大会についても NHK ホールの改修工事に伴い、同会場での開催ができなくなるため、東京都内のホールで振り替え開催となる予定。以前は歌謡曲の部、民謡の部の二つで行っていたが、現在は部門別の審査ではなく、すべてのカテゴリーから二組の優秀賞と、そして、 栄光の日本一とも言えるグランドチャンピオンが出ることになっている。優秀賞にはシルバートロフィーがグランドチャンピオンにはゴールデントロフィーがそれぞれ授与される。さらには全校の海外公演のチャンピオンも一人か二人程度参加する。2001年度までは各地方で何名かを選出していたが2002年度以降はビデオ審査で当選した者が出場する。 チャンピオン大会の演奏はザ・ニュー・ブリード、東京放送還元楽団で、指揮は宮下博士が担当。チャンピオン大会の編曲は、宮下、西原悟、河野聖左官が担当。デジタル放送は5.1サラウンド放送となっている。なお、2007年度からの演奏は、サザン・ブリーズ、東京放送還元楽団とが担当した。2008年度からの編曲宮下、西原が担当。 なお、関東、甲信越地方のバンドメンバーと金の秋山規制も、チャンピオン大会の演奏を担当する。秋山は打楽器奏者で参加。ただし、1969年度までは、のど自慢全国コンクールというタイトルであり、1970年度から、日本一大会現在のチャンピオン大会に変わった。1980年代には、チャンピオン大会優勝者が翌週以降の、 NHK 歌謡ホールに出演していた時期もある。土曜日、または祝日に生放送されることから、終了の際に、翌日の放送がある場合は収録放送になるため、本編の場所が予告されるが、翌日に、琵琶湖毎日マラソンが行われている都市は、告知が行われない。エンディングでは、NHK 紅白歌合戦同様、クラッカーの演出もされている。ラジオ第一でも同時性放送。 以前は BS でも数日後に放送していた。歴代グランドチャンピオン過去の出場者の代表過去の出場者の代表2000年12月の BS デジタル放送開始に伴い、デジタル衛星ハイビジョンで土曜朝に約2時間40分にわたって予選会の模様をダイジェストで放送。時間の都合で250組をすべて紹介するわけではない。武士では終了したが、 時折総合テレビでローカル番組として放送されている。2011年9月11日開催の岩手県久慈市では予選会の模様を総合テレビで全国放送することになった。仙台市の予選会は放送済みであるが福島市と久慈市の予選会は台風関連の特設ニュースのため放送日程が1週間延期となった。2012年9月16日には 千葉県木更津市の予選会の模様が BS プレミアムで1時55分マイナス4、55の3時間に渡り放送された。NHK 以外では地元ケーブルテレビ局が放送するケースもある。1999年4月から2004年3月まで5年間、衛星第2テレビで放送した公開視聴者参加番組 NHK のドジマンに出場できない15歳未満が喉を競った。 司会は森口博子と高市義明、関口健。また1999年4月から2002年9月までは佐橋敏彦作曲のイメージテーマ曲が使用された。民放を含め日本国内で最後にレギュラー放送された子供向けのドジマン番組でもある。基本的には本編と同じであるが、こちらでは金ではなく電子音が流れて合否を判定する。 またエントリーナンバー、出演者の氏名と年齢、曲名とか種名が一括表示される。賞には客席審査員が選ぶベストステージ賞、ゲストが選ぶゲスト賞、そして合格者の中から選ばれるグランプリがあった。グランプリに輝くと、さらに厳正な審査の上15組程度が BS ジュニアのドジマングランプリ大会に出場できたが、2001年度をもって廃止された。 応募方法は NHK のドジマンと異なり選曲理由を記入する。必要はなかったが、歌いたい曲目とその曲を歌っている。歌手名は曲に優先順位をつけた上で、第三希望まで記入する必要があり、出場者の保護者住所、手名も記入しなければならなかった。最終回だった2004年3月27日放送分では、過去の名場面を振り返る、総集編として放送。 エンディングでは、歴代訪問地を画面左方向へのロールテロップで流した後、5年間、ありがとうございましたのテロップを表示して5年間の歴史を締めくくった。なお、本番組の終了を最後に、日本のテレビ放送で長年続いた、小中学生対象の全国向けのドジマン番組は、途絶えていた。前述のように、2015年4月からは、中学生については、 高校生以上との混合となるレギュラー番組ではあるが、11年ぶりに喉自慢番組への出場機会が与えられることになる。出場後プロデビューした主なタレントグランプリ獲得者リスト、日本初の長編連続テレビアニメ、鉄腕アトムの原作者である手塚治虫の生誕80年を記念して制作され、2009年5月4日に NHK 大阪ホールで収録。 二千九年五月五日に NHK 大阪製作で放送された公開視聴者参加番組。歌われる楽曲はアニメや特撮の主題歌、挿入歌限定で構成され、BGM には鉄腕アトムの主題歌が使用されている。司会は森口博子。審査員に田中公平、野沢雅子、古谷徹、夏ま由美、岡田敏夫。ゲストはメイン、水木一郎。 また、前日に行われた予選会には、先行に残った3歳から70歳という幅広い、年代の人々が149組参加し、その中から勝ち残った15組が喉を競った。審査員1人につき3点の持ち点で15点満点、11点以上で合格となり、ゲッターロボ主題歌のイントロと同時に審査得点がメーター表示された後に、合否の鐘が鳴らされる。 というスリリングな演出が用いられつつ、審査員特別賞2組とチャンピオンが選ばれた。初代チャンピオンには剣をかたどったチャンピオンソードが授与されている。再放送時は全国放送となり、アーティストによるアニメソングスペシャルステージが追加、放送時間も約90分に拡大された。この第一回以降2011年まで毎年5月に、 NHK 近畿ブロックの特別番組として行われた放送リスト2014年から2016年にかけ NHK 放送センター制作で NHKBS プレミアムにて放送された第2シリーズタイトルの G はガチを意味しておりのど自慢本番組並びにアニソンのど自慢大阪局時代当初の明るく楽しく元気よくとは対照的に強く激しく 美しくをモットーに本気でアニソンシンガーを目指す、人々のガチの,のど自慢とするコンセプトとなっている。なお、テーマ曲は本番組のものをアレンジしたものとなっている。本戦は、みんなの広場触れ合いホールにて行われ、まず一回戦として、事前のくじ引きで決められた歌唱順で1コーラスを歌唱する。歌唱後は、大阪局時代とは違い、ゲッターロボのイントロや、合皮の鐘は行われず、 各審査員の一人10点満点による個人得点が発表された後総得点の発表と審査員の公表が発せられ最終的に総得点上位3組が決勝へ進出この他暫定上位3組出場者と同点の合計点となった場合は最高得点をつけた審査員数が暫定上位者を上回ると順位が入れ替えとなる一回戦終了後は ゲスト歌唱を挟み、決勝戦として、下位出場者から順に1コーラスを歌唱した後、決戦投票として、各審査員が、最良の出場者の順位一冊を上げ最も多く、上げられた順位の出場者がチャンピオンとなり、チャンピオンには、大阪局時代同様に、チャンピオンソードが授与される。2016年3月には、2014から15年に、 開催された過去3回の決勝戦進出者8組で、初代アニソンを競う、アニソンのドジマン G 展開一アニソン部東海を開催、通常のアニソンのドジマン G と異なり、NHK ホールで開催され、本戦では赤コーナーと青コーナーに分けて一人ずつ歌い、審査員の投票数が多かった方が勝ち抜けていく。歌唱順及び組み合わせは、開始前に一人一本ずつ巻物を取り、 それに書いてある順番及び組み合わせになる。2019年1月2日に総合テレビで放送された特別番組、バーチャルユーチューバー13組17名が出場。また、司会の小田切とゲストの小林は、バーチャルキャラクター化した状態で出演した。宇宙空間を模したバーチャル空間特設ステージからの放送となったが、それ以外はおおむね通常の喉自慢のフォーマットに沿って、 進行した。なお、合否の鐘が途中から女性 VTuber の時だけ、合格メロディの前半を数回繰り返したり、有名ソングの一部フレーズが奏でられたりした。狙い撃ちが合格メロディとして奏でられた際は、司会のバーチャル小田切瀬せに穴がノリノリで歌い始め、小林幸子に注意されるまで歌っていた。この番組は、新型コロナウイルスによる影響で二千二十年五月から、 放送している NHK のドジマンスペシャルの一環として2020年5月31日の12時15分から再放送された。2020年1月1日には同様の体裁で NHK バーチャル紅白歌合戦が放送された。司会ゲスト出場者番組開始当初は合格の場合は合格です。不合格の場合はもう結構ですだった。しかし、 結構ですを合格と勘違いする出場者が多かったため金を使って合図をする方式に変更されている。なお予選会ではスタッフのありがとうございましたで歌唱終了となる各地の放送局は本番組に合わせて NHK 触れ合いミーティングを開催することが多い。ミーティングが開催される場合司会者は番組が終わってもすぐには 東京へ帰らず、1NHK 職員の立場で出席する。ミーティングには視聴者代表として、当日の観客や会場地住民代表が参加し、職員らに対して意見を述べる。ミーティングの内容は、後日の本番組制作を担当した放送局のホームページで公開される。開催地に選出されるために、各自治体では招致活動を行っている。そのため、 開催については、行政からの広報も充実している。かつては、民謡での出場者も毎回1、2人あったが、2000年あたりからは少なくなっており、数回に一度あるかの状況である。過去最高齢出場者は、2012年8月12日の岩き大会において、白虎太陽を歌った当時102歳の男性である。各大会の本戦出場者は、 予選通過から2日間にわたって一緒になるため絆が強まり、その後も同窓会を開くなど交流を続けるケースが多い。会場では本番組や NHK 関連のグッズも販売される。また、予選会参加者には記念バッジが贈呈される。出場者は会社名等の入った衣装は原則着用できない。服のブランドロゴも目立つものは隠される場合がある。 学校の制服着用は在学校教員の許可が必要。本番組出場者の選曲が NHK 紅白歌合戦の出場歌手選考の参考にされる。のど自慢素地に演芸会に関するカテゴリー。NHK のど自慢チャンピオン大会に関するカテゴリー。BS ジュニアのど自慢に関するカテゴリー。アニソンのど自慢に関するカテゴリー。ありがとうございます。